今日ねまつげをね上げようとしたら何回も挟んだまぶた。追加投票しました、ありがとうございます。ね、今日は土曜日、まあ、サラは曜日感覚ないんですけど土曜日ですが、いかがお過ごしでしょうか。ね、もう今日で4月最後ですよ。早い、早すぎるだってこの前2月の最後で生誕祭とあの MV 撮影とかあったばっかなのに、やばいよ。で3月の末あって、もう次もう4月の末、もう5月、やばすぎる。どうした、こんな時間、こんな早い時間、そんな早くないよ。7時半ですよ、もう19時半です。めっちゃ昼寝した今日天気良かった。サラもずっとあの部屋の窓開けて、心地いい心地いい風と晴れたポカポカの中昼寝してました寝てた。夜ご飯なんかね、今夜ご飯って夜ご飯食べてなくて、何食べよっ、なんかあの何食べよっかなって考えとったら、今あの何が食べたいか分からなくて、とりあえず先に配信しようと思って、今でもあれは食べた、明太手羽先。ね、だってもう今年入って5ヶ月早い。そう、何食べようかなーで、あの決まらないことが多い。何がいいかな何がいいかな自炊は、日による、日によります。レッスンとかが続いたらもうその時間ないので、
コンビニとかになったりするけど、中華もういい。網だくじ、いやーさ、そういうのダメなんですよね。なんかあのどちらにしようかなとかで決めても結局うーんってなるタイプ。浅香さん、健二さん、糸ちゃん、角さん、バラ、ゆうきあきたさん、ありがとうございます。チゲ鍋、え、鍋いい、鍋はいいですね。鍋はいい、いや、鍋の締めの雑炊食べたい。鍋の締めの雑炊か、鍋の締めのうどん食べたい。鍋を食べたいってより そっちを食べたい。締めの方、何食べようかな本当に、ね、自炊とかの方がね美味しいんですけどね。普通の雑炊もありですね、締めじゃなくても。寿司ちょっと食べたい。寿司ちょっと食べたいですね。でも麺よりサラは米かな今の気分は。パンより麺より米って感じ今の気分は。そうね、スープ系はねさっと作れるけど今卵ないね家に。卵ないとスープはちょっとダメなんですよね。卵がないとスープは始まらん。なんかみんな、なんかあの食べ物のあのあれを言ってほしいな、候補。ないなとか、なしになるかもしれんけど。なし。ハンバーグなし。中華もうなし。チャーハンなし。鶏買ってない。ゆだなし。餃子もう飽きた。もう飽きてはないけど今は違う。湯豆腐、豆腐ちょっとありかもしれん。ピザ、梨寄りのありうな重なし。鯛茶漬けあり。でも食べれん、そんなすぐに出てくるっていうか、すぐゲットできるものじゃない。コロッケなし。オムライスなし。オムライスはオムライスでもうこう普通のやつじゃなくて、こうあのちゃんとなんかあの切ったらパカーンってなるようなタイプのオムライスならあり。こだわりが。あ、ケンタッキーなし。スンドゥブあり。馬刺しあり。スープあり。スープはありやけど、釜飯あり。でもそんなさ、食べに行かんと、わざわざどっか食べに行かんといけんようなものしかは食べたい気分でもダメ。無理です。ステーキ、何の気分なんやろうね。お寿司ありです。鶏なし。お好み焼きなし。
めっちゃセブンの中華丼ってめっちゃ指定してくる。お刺身、まあありっちゃあり。さ、もう吉田沙羅の冷蔵庫は何も入ってないので、もうちょっとそこは考えるけど、食べに行くのはなしかな。さ、一人で食べに行くの好きじゃないんですよね、お店に。沙羅が今言った感じでは何が良さそうかな何が良さそうかな。鍋系はありですねうどんもありですね。なんだろうね、コンビニ飯を勧めないでください私にコンビニ飯は勧めないで線が入ってる。あ、消えた。うどん最近食べてないかな。もうね、夜ご飯って困るよね一人暮らしの夜ご飯って困るよね。実家はさ、もう何も、何食べたいって聞かれる時もあったけどさ、まあ大体ね、ある程度こうもう決まって出てくるから、まあ、それが気分であろうとなかろうとっていう話ではあるけども、これってものがない時はもう出してきてほしい、ご飯を誰かにご飯を出してきてほしい。蕎麦とうどん、圧倒的うどんです。圧倒的うどんですね。さあ、作ってあげるわって美味しく作れますか。なんだろうねなんだろうね、気分。こういう時ってどうしたらいいんやろ。こういう時なんか宅配系全部見たりするけど、あんま惹かれるものがなかったりするんですよね。カレーちょっとありですねカレーあり。でも水餃子の画像を見よったら水餃子もありになってきた。餃子はなしやけど水餃子はあり。多分今はあのそういうガツガツ系はあんま求めてないかな、分からんけど。みんな、じゃあ逆にみんなは何を食べた、みんなは何を食べたんだ。唐揚げ、シューマイ、鍋的なもの、的なものって何。寿司ちょっとお好み焼き、サバーガー、ベーコンチーズ、ハンバーグ、ハンバーガーじゃなくてハンバーグ。食べるタイミング逃した。夜ご飯なんてまだまだこれからよ。デザートを食べたい、うん、カップ麺3個？本当かよ。
刺身なんだろうねもうこういう時ってね、なんかもう分からずに時間だけが経っていくんですよ。だからって食べずに終わることはないんですけど、絶対的に食べたいんですよ夜ご飯何かしら食べたいんですけど、逆に言ったら今は何の気分でもあるんかもしれん、もしかしたら何の気分でもあるけんこそ出されたものをなら食べる出されたものを食べるけん出してほしい、ご飯を。最終的に食べるもの決まってそう。決まっとったらこんな話なかなかしないよ無駄な時間を、その決まっとるのに無駄な時間を。餃子にした、なんだろうね、なんだろうね、なんでしょうね。さっき手羽先を食べたから、手羽先だけは食べたから、もうそういう多分揚げ物系っていうんかなは多分求めてない。うどん、うどんいい、うどんはいい、うどんはありっちゃありなんですけど、意識高い系サラダサラダ求めてないかな。女の子って聞くけど結論決まっとるやんって。それはどこでそんな風に思ったんですかどこでそんな風に思ったんですか。そんなことないです。サバの味噌煮にしてください。嫌です。そう、手羽先はね、あの福岡のやつ明太手羽先、何も食べないパターンにあんまなったことないかも。きしめんはあり。でもきしめんってどこにあるウーバーとかでしかないか。わしの晩ご飯も決めてくださいって。もやし、きしめん、手羽先もうない手羽先はもうないです。もうなくなりました。そう、スーパー行ってもいいんやけど、そのスーパーに行ったところで食べたいものが今ない。何が食べたいかが分からん。これだってものが今ない、ない。なんだろうね。なんだろうね。
ではないかな。なんか今手羽先の油が若干胃にいるから胃にいるからそうお腹は空いてるんですよ。お腹は空いてるんです。今日寝てたからあんま食べてないから、お腹は空いてるんですけど、単純に食料買ってきたらって。その食料がわからんのよその食料に困ってるんですよ。なんだろうね。寿司もう一回寝ようって。確かにそれはありかもしれん。でもそうなったら夜中にお腹空いて、夜中にお腹空くとなんかあのグラタンとか、ちょっと昨日も食べたんですけど、グラタンとかそういうあれを食べたくなるからダメですダメです。何の気分、何の気分なんやろう。分からんや分かりませんね何？あ、そういうこと？ウーバー注文してるから住所教えてねって。おい、どうしようかな。どうしようかなは住所教える、どうしようかなじゃなくて、何にしようかなとどうしようかなね。グラタンは昨日食べたんですよ。明太もちチーズグラタン。そしたら結構もう胃にうってきたので。こうやってね、ちょっと配信前も夜ご飯何しようかなって宅配のやつ見てみたりしてしたんですよ。でしてみたらもうもう決まらなかったので先に配信をしたんですよ。だいたいいつもご飯食べてから配信したりするけど決まらなかったから、そう、夜ご飯もう多分普通にあれが食べたい。なんかあの実家のご飯みたいな、米、味噌汁、なんかおかずが食べたい。もう多分きっとそれがサラが今求めているものなのかもしれない。ケースのね、あの鍵の部分が、あ、取れた。あのなんだっけ、このマットに引っかかっとって外してたんですよ。とりあえずご飯炊こう。米ない。そう、家でお米を炊かないんですよ。炊かないから今ない。なんの気分かな。なんの気分かな。本当に炊飯器はあるんですけど米がない。お米、そう、米がない。なんの気分かな。なんかいろいろ食べ物の画像見てみよう。惹かれるものあったらそれにしよう。なんだろうね。ああ、麻婆豆腐食べたい。ミニマリストじゃないよ、それ違うわ全然違うわ。麻婆豆腐ちょっと食べたいかも。あのサラが前メールで送ったことあるやつ、麻婆刀削麺食べたい。麻婆刀削麺麻婆刀削麺、麻婆食べたい。麻婆食べたいわ。けど、
な、作るのはな、でも食べに行くのはな、一人は厳しい。でも麻婆豆腐を配達するってちょっとあれだよね、宅配するってちょっと贅沢ですよね。で、バーミヤンはね、広島とかないよ多分。福岡にもほぼなかったけど。そう、なんかね、あのウーバーとかは、そのウーバーとかでしか頼めないものしか頼まないようにしようって決めたんですよ。じゃないと結構あのね、食費がね食費がね、よくなちょっとあのわーってなるのでね。麻婆豆腐結局中華に戻ってきとるじゃんね。なんかちょっと辛いものが美味しそうに見える。ちょっと辛いもの結局辛いものを求めて、辛いものを求めてるかもしれん。全部辛いもの見たら美味しそうに見えるもん。麻婆豆腐を作るかね、麻婆豆腐作るかね、スンドゥブもなんかありになってきた。もともとありやったか。麻婆豆腐、スンドゥブ、ヤンニョムチキンヤンニョムチキン最近毎日食べてるんですよ。ダメだ。麻婆豆腐、麻婆豆腐、さあさあ、その麻婆豆腐を買いに行くのか、それとも作るのかそれともデリバルのか。でも作るのはな、今日自炊する気分じゃない自炊する気分で、今冷蔵庫にあのその豆腐とその麻婆のあれがあったら全然作るんですけど、どうせね、なんか現実的な悩みを、現実的な悩みが、コンビニ今、ちょっとコンビニから一旦離れたいんですよね。コンビニね、コンビニから一旦離れたいなと思いつつコンビニに頼ってしまうので、ちょっと今日こそはコンビニから離れたいコンビニから離れたい。今冷蔵庫はこんにゃく畑と納豆と生ハムしかないそれしかない。もう自分で思い出せるもん。冷蔵庫はね、よくね開けるのでね、何があるか分かってるんですけど、そう、自炊をね、その最近自炊をしてなかったから、そうそうそう、冷蔵庫何もないんですよ。そう、冷蔵庫、あ、冷蔵庫以外ならあるよ。あの名古屋で買った混ぜ麺まだ食べてないし、
お米がない、そう、お米がない。麻婆豆腐を食べるなら麻婆豆腐丼っていうか、米にして食べたいので米必須です。お米必須です。もう決まらんな、これダメだこれダメだ、もう決まらんわ。米だけ買いに行く、やだ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 、って言って悩んでたらもう悩み始めて2時間ぐらい経つことになってしまうからさ。調べよう、麻婆豆腐。そんなこと言ってたらね、お店がね閉まり始めるからね。食べないと思うでしょ、それが食べるんですよ、何かしら最終的に。で最終的にもうあれにコンビニに行ってなんかいっぱい買ってしまって、あわわわってなるんですよね。なんか食に関しては優柔不断なんですよ、そのなんか悩んでしまう、悩んで結局どっちも買ってとかもあるけど、そうなったらそうなったで残すのもったいないと思ってしまって、全部食べてしまって、う苦しい、後悔ってなることもある。5分以内に確定しよう5分以内に確定しよう、自分がどうするか。ちょっと一旦もう配信してないと思って真剣に考えよう。コンビニには行かない、コンビニには行きません、コンビニには行かない。もういいや、もういいや、買いに行って、もう全然麻婆豆腐じゃなくても食べれるかもしれん、もうスーパー行こうもういいや、スーパー行こう、それがいいかもしれない。まあ何かしら決まるよ決まるさ。まあ自分の食べたいものはなんとなく分かったので、寿司かなんだっけ、麻婆豆腐か辛いものか、その辺なんで、まあまあまあ。お米は買わない、炊く時間ないもん、いつも炊く時間ないからノーです。コンビニは行きません。ちょっとコンビニから一旦話すからね、送ったら全然違うもの食べてるじゃんとか、
結局そう、結局決めてたんじゃんとか言われそうだからっていうのを考えたら送らない可能性もあるんですけど、まあ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 決まりです。10分になったらランキング読みます。自分の意に正直にね、見たら気分が変わるかもしれないので。でみんなはもう食べたんですかみんなはご飯食べたんですか。スーパーで悩みすぎて10時過ぎてメール送れんかもしれんスーパーに1時間ぐらい滞在してメール送れないかもしれないのでね。食べてない人もいるかもしれないですね。あ、10分なったということでランキング見たいと思います。皆さんもね、美味しいご飯を食べてください。食べた方は美味しいデザートを食べてください。48位ショールームさん、24位 FM さん、13位ゆかちゃん、12位コシエのホテイト赤だよ、31位あさかさん、10位イータさん、9位ゆうきあきたさん、8位さとぴさん、7位おいでます元気さん、6位つとぽんさん、5位ゆうちゃん、4位つのさん、3位たさん、2位セリアさん、1位けんじさん、ありがとうございました。そして4月今日で終わりということでね、4月も皆さんありがとうございました。投票はまだまだ続いておりますので、まだまだって言ってももうね、あと3日、2日3日ですけど、よろしくお願いしますということで、また5月に会いましょう。それではありがとうございました。バイバーイ。良い晩餐を。